宇宙英雄、ペリーローダン宇宙英雄、ペリーローダンの架空の兵器一覧宇宙英雄、ペリーローダンの架空の兵器一覧は SF 小説、宇宙英雄、ペリーローダンシリーズに登場する架空の兵器一覧である。文末の題、マキというのは、その用語が初登場した日本語版の関数。テラの宇宙館は、アルコン直径の赤道玉木月球形が基本デザインである。 赤道玉木部が通常推進機関、その上下が格納庫エリア、南極部が超高速推進機関という配置。管のサイズは数種類に固定されているが、並走などは時代によって変化し続けている。なお、嘘も一部を除きてらと同型管を使用している。ギャラクシス級ウルトラ線岸直径2500メートル、赤道玉木の幅350メートル、乗員5000名。 搭載艇50隻、複座戦闘機500機。兵装は、トランスフォーム砲60門、ヨエノバリアなど。アンドロメダ戦中の2404年に一番艦、クレスト3が収益、以後1000年以上にわたって、太陽系艦隊の最強艦となる。インペリウム級ちょうど急戦艦直径1500メートル、搭載艇40隻など。乗員2000人。 原型は1984年にアルコンからダッシュしたウニベルズム急戦艦ビーストアーク。2040年代からは地球でも建造できるようになった。1500年以上艦隊を支える主力であり続けた。スターダスト急戦艦直径800メートル、搭載艇12隻など、乗員1400人。原型は1975年にトップシダーからダッシュした。 アルコンのインペリウム級。主に植民地防衛団体で収益、民間への転用も多い。ソラー級巡洋船艦直径500メートル、搭載艇8隻、乗員800人、従順洋艦基本的に直径200メートル、乗員400人、アルコンを手本に、 テラで最初に建造された休憩艦も従順洋艦だった。軽巡洋艦基本的に直径100メートル、乗員150人。搭載艇小型機、ロケットエクスプローラー戦戦闘任務に就かない科学調査艦。直径500メートル、800メートルなど数種類のクラスがある。 民間戦その他125巻では30秒となっているが132巻では7秒となっている。ここでは校舎を採用したペリクレスが撃沈されたりした記述はなかったが、109巻ではこの巻が期間になっていた。館長もペリクレスと同じハット41巻とローダンハンドブックでは高速の0.02%に達するのに半時間かかるとされているが、 エンジン出力が2043年当時のものの1、3程度であるとされている割には遅すぎること、15分あれば、繊維可能速度に達すると記述されていること、ペリーピーディアでは99.8%と書かれていることからそう記した火星から出発し、8枚光年、離れた銀河イーストサイドにまで足を伸ばしていた。ありがとうございます。